八十神高校七不思議って知ってる？時計塔の鐘を最後まで聞いた人はね、死んじゃうんだって。何？鐘の音。鐘の音みてえな。校庭の真ん中に時計塔。時計塔って七不思議の？二つの異なる時間を生きるペルソナ使いたちは、鐘の音に呼び寄せられるように異世界に飛ばされてしまう。そこはラビリンス。あの制服、月光館学園ですね。どうなってんだ。ペルソナ9シャドウオブザラビリンス2014年6月5日発売。